って、罰ゲームって何なの？あ、ボールコンプのやつ？そうそう。コンプできなかったらもう一匹感情証狙ってもらおうと思ってたんだよね。は？次はエルちゃんのためにエルフーンの感情証ね。やっべどうしよう。何がですか？動画でエルフーンも感情証やるって言っちまったんよな。正直めんどくさい。ちゃんとやれや。最近ちょっとたるんでません。そんなことないよ。編集もサボってるしな。そんなことないよ。大差楽しみですね。そんなことあるわ。なんだこの人。そんなことだろうと思ったから別の企画用意したぞ。あ、マジで？簡単なの頼むぞ。今回はこれをやってもらう。切れそう。早速色違い捕まえに行きましょう。なんでそんな張り切ってんの。やっぱり私が看板ポケモンですからね。気合い入れていきましょう。いや看板はクロバットだから。ていうかなんでクロバットでやんねえんだ。まあ感情証の代わりみたいなもんだからじゃないです。いや普通にだるかった。オブラートに包み直せ。コロシアムとか揃えるのめんどくさい。オーケーわかった。1分でわかるリボンコンプ。リボンはざっくり言うと証みたいなやつだね。なんかの記念にくっつけられるぜ。第3世代からあるコンテンツですね。そうなんだよ。だから剣盾だけだとコンプできなくって、今回のエルフーンの場合だと第6、第7世代でリボンつけてこないといけないわね。だからエルフーンなんか。クロバットはルビサファ無印とかポケモンコロシアムからですね。で話戻すと、エルフーンって第6世代でも出るんだけど、あの子一種出身じゃないですか。だから今回はブラックで色粘りしていきます。どうしてそうなった。ちなみに5世代にはリボンなんてなかったですし、なんなら色の確率も低いので普通の人は6世代からやりましょう。この人普通じゃないから。どうやー、褒めてねんだわ。だから今回の流れをざっくり説明すると、めちゃめちゃ長いです。こことかもう色証じゃねえか。こう見るとメインはオメガルビーアルファサファイアな感じか。いやーでも頑張リボンとかはどこでも取れるから、多いは多いけどね。あと20秒もないんですけど、リボンの種類とか説明しないんですか。めんどくさくね。解説とは何だったのか。っていうのは冗談で、集めながらちょっとは説明してこうと思うぜ。ってことで、尺が余り申した。尺とか言うな。時間もあるので、この場をお借りしてベルは宣言します。エルフーンの感情証はやりません。この前のショートは忘れやがれください。投稿しなきゃいいのに。うぷ主が機材買ってくれないから直撮りでお送りしております。こんなことさせてんだから揃えてくれよ。すまんかった。心が綺麗な人にはスマホは見えないはずです。無理があるだろ。まさかガラル変えるまでこんな感じですか。そうだが、なんでやろうと思ったの。あ、一応説明しとくと、この世代は非科を学んでありません。だから確率やばいんですよね。しかもランダム演歌ですしね。ガラルのぬるま湯に使ったベルさんには厳しいのではないでしょうか。あらかじめ光った門面がこちらです。急に光らすじゃん。仕方ねえだろ、直撮りなねんな。でもさすがベルさんですね。過去さんでも簡単に光らせますね。簡単なわけあるか。これだけでも2週間かかったわ。ショートの時は簡単って意気がってたのに。てなわけで速攻進化させます。門面も可愛いけどやっぱエルフーンよね。へへ。これで一四地方は終わり。直撮りゾーン早く抜けたいからサクサク行くぜ。これ後で気づいたんだけど何も録画してなかったわ。どうすんだよこれ。とりあえず XY の CM 流してる。通りで画質いいと思った。 XY は殿堂入りするだけで OK だからね。他も集めれるけど、まとめてオメガルビーアルファサファイアでやれるから、殿堂入りしたら放映ね。レッツゴー。6世代のリボンは種類多いんだけど、一番面倒なのがこれ。バトルハウスだっけ。これ50連勝しなきゃダメなんだよね。1回でも負けたらダメですもんね。そうそう。でもこれ CPU が結構大悪戦術してくるから、結構運負けするんよね。お前クロバットに3立てされてたもんな。あいつ催眠術エアスラー役かとかだからな。嘘が役でくさ。他にもコンテストだったり色々あるんだけど、後でまとめて紹介するわ。ちなみにこの試合トルネロスに3立てされました。7世代でも悪夢は続く。ここでも50連勝しないといけないバトルツリーがあるわね。不意なジェット技とかありますし、余計厄介ですよね。あとは今やってるバトロワのやつ。全員的のやつか。せやで。これ最初に倒しまくってポイント集めると後で集中砲火食らうから注意ね。その仕様知らなくてめちゃめちゃイライラしてましたもんね。プラよりイライラしてたわ。コツはいけると思った人をとっとと3立てして終わらせるかな。まんべんなく倒してると一生終わらん。帰ってきましたガラル地方。ここまで来たらゴールはすぐそこ。ここのバトルタワーは簡単だもんな。色違いが試案でどうにでもなるからな。
最後の関門はマスランで一生。普通のトレーナーなら楽勝だと思うんですけど、半年以上まともにやってないから私は大変だったわ。ビギナー位置からでしたもんね。これ撮影してる時のルール初めてだったしね、普通にボケたでした。ポケモン実況者さん、今回の企画と関係ないけど台無しルールのエルフン強くね。私はいつだって強いですよ。がむしゃらがいい仕事してたな。何回かさん立てしてたしね、録画できてないけど。ちゃんとやれよ。昇格後ちょっと遊んでたけど普通に強かったわね。コンビ達成。いやー長かった。体感色明かしよりしんどかったわ。これは素直にお疲れ様だな。私が一番特別ですね。正直クロバットより愛着湧きそうで怖いわ。あっかなり駆け足できたからリボンの説明軽くやるわね。まずはチャンプリボン。これは手持ちに入れて殿堂入りするだけで OK だね。リボンの入門編って感じですね。色違いだと不可厳選くらいかな。絶対違えだろ。ちなみに4シリーズの中だとダンデさんが一番レベル高くて、手持ちがレベル70とかだね。ダンデさんこんなこと言わねえだろ。次は曜日リボン。そんな呼び方なのかは知らない。オメガルビーアルファサファイアの近接シティで日替わりでもらえるやつですね。日付いじれば1日で集めれるよ。私は集め終わってから気づいたよ。一義に毎日通ってたもんな。コンテストは時間かかるだけで実は簡単だったりします。そう。ボロリック使えばね。これ使うと魅力がやばいことになって大体優勝できます。まあ使わなくても可愛いですけど。これもまあまあだるかった。これ全部お金で買えるんだけど、一番高いやつなんとお値段100万円なんですよね。やっか。言ってなかったけど、この企画のために剣盾以外のロム新しく買って始めたから、お金稼ぐのめちゃめちゃだるかったわ。なんとかパワーとかよくわからんしな。ひたすら親父狩りしてたわ。さっきも言ったけど、ここがマジでだるい。フロンティアクオリティはマジでやばいから、50戦目で負けた時は 3DS 分投げたわね。これはまだマシですけどね。マスタータワーはオメガルビーアルファサファイア、サンムーンと違って10勝でいいから楽ちんだね。10勝で出てくるダンデさん倒せば OK だな。しかも伝説もいけるからね。で、マスランはマスランだし、ロイヤルはロイヤルだね。小泉公文みたいなのやめろ。ラストは簡単なやつ。トヨッチ振ったり懐かせたり、一斉方面のやつですね。ポケトレのミニゲーム苦手だったわ。以上、説明終わり。というわけで色違いエルフーンのリボンコンプでした。よく頑張りましたね。みんなもお気に入りの子でやってみてね。私は4作分のストーリーやったり、変なとこで色厳選してたから時間かかったけど、普通にやれば50時間もあれば終わるんじゃないかな。だいたい色明かしの期待値が100時間くらいですし、色厳選に慣れてる人なら全然いけそうですね。またちょっと違うけどな。というかエルちゃん、何？もちろんクロバットもやるんだよな。やらないが、いろいろ揃えるの面倒だって言ったじゃないの。いやでも相棒なのにやらないのはどうかと思うぞ。じゃあそうだな。この動画の高評価が200超えたらやるわ。露骨に稼ごうとすんな。高評価とコメントもらえると嬉しいです。ポケモン実況者さん、やっべ。